皆さんこんにちは、猫背のアジト。今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰孝明です。今日はですね、足首を取り上げていこうと思うんですけれども、最近ね、すごくね、足首硬い人が多い、しゃがめなかったりとか、あと階段降りるのが大変だったりとかね、そういう方非常に多いなというふうに思います。そして足っていうのは床との唯一の接地面なので、この土台が揺らいでしまうとですね、姿勢に影響しますし、もちろん歩きの歩幅だったりとか各関節への影響っていうのがものすごく大きい関節でもありますので、甘く見ることはできないなと思います。なので今日はですね、足首を柔らかくしていくようなアプローチ方法というのを一つお伝えしようと思いますので、ぜひ皆さんこのままね、床に座った状態で足首を柔らかくしていくストレッチというのを一緒にね、していきましょう。では早速やっていこうと思うんですけれども、その前にですね、足首の状態チェックとして、少し屈伸だったりとか、しゃがみ込んでもらった時にかかとが浮くかなとか、ちゃんとつくかな、この辺をですね、ちょっとチェックしてもらうといいかなと思います。そしてこのアキレス腱の張り感ですね、突っ張るかなとか、そんなのもちょっと確認していただければと思います。それでは膝の痛くない方はこのまま正座をしてもらって、片側の足を前に立てましょう。そして足をですね、前ではなくできるだけ手前にぐーっと引き込んでいただいて、体重をかけていくとですね、足首がぐーっと曲がっていく感覚があると思います。そしてこのアキレス腱ですね、この裏側が伸びてるなーっていうところまで少し体重をかけてみてください。まずはだいたい30秒ぐらいじんわりと体重をかけていきながら伸ばしてください。そして30秒ぐらい経ったらですね、戻してもらって、もう一度体重をかけて30秒ぐらい実施をしてみてください。30秒2セット終わった方はですね、今度は膝を少し内側に倒して前に体重をかけてみましょう。まっすぐポジションからちょっと内側に倒して、で同じく30秒ぐらい、さらに戻したら今度まっすぐポジションから外側ですね、ぐーっと前にかけて、でこの時同様にかかとは浮かないように気をつけてください。ではこれも30秒終わったら、今度は少し膝でこう円を描くように、外側からぐーっと前に体重かけて内側を通して戻していく、この運動も少し行ってください。先ほどまでのは静的なストレッチ、スタティックなストレッチで、この回していく運動はですね、動的なストレッチになりますね。で外側からが10回ぐらい終わったらですね、今度は内側から10回回してみてください。伸びてるなーっていうのをしっかりとですね、感じていただいて、内側、外側、アキレス腱もですね、正面だけでなく内側の繊維、外側の繊維とですね、分けて実施していただくとより効果的かなと思います。それでは反対側の足をやってみましょう。一度こちらの足を引いて、今度は反対側の足を引きましょう。同様に足を前ポジションからしっかりと引けるところまで引いていただいて、まずは30秒ほどしっかりと体重をかけていくストレッチです。ぐーっと体重をかけていきながら、30秒したらゆっくりと戻してもらって、もう一度体重をかけていくような感じですね。では30秒ぐらいしたら戻してもらって、今度は膝を内側に入れるワークですね。ぐーっと膝を内側に入れて、でこれも30秒ぐらいしたら戻して外側ですね。このようにしっかりと 3D でですね、対象となる筋肉や靭帯っていったものをですね、伸ばしていくと、より体のパフォーマンスアップとか怪我予防につながっていきますね。そしたら少しぐるぐると回してみましょう。スタティックなストレッチからダイナミックな動的なストレッチに変えていきます。
10回回したら反対側からもう一度回してみてください。足首が硬いと歩く時の歩幅が狭くなってしまったり、あとは立ったり座ったりする時に膝が内側に入ってしまったですね、そういった方は扁平足で外反母趾になっていきやすかったりしますね。そうすると膝が内に入る X 脚だったりとか、そういったように足首、膝、股関節、骨盤、背骨といった形で上向性の運動連鎖という形で姿勢がね変化していきますね。では皆さん楽にしていただいて、ではですね、何度か実施してみていただいたと思うので、もう一度屈伸の運動ですね。屈伸の運動をしていった時にかかとがどうかな、少し前に体重かけた時にアキレス腱の突っ張りどうかな、そんなのをぜひ感じ取ってみてください。最近はですね、日本古来のですね、和式の生活様式からどんどんね、洋式に変わってきていてですね、床にしゃがみ込むっていうタイミングがほとんどね、ないような生活スタイルが増えているんじゃないかなと思います。ただですね、足首が硬くなってしまうことによって、歩きだったり姿勢だったり、いろんなところに影響をね、及ぼしてしまうので、ぜひですね、こういったストレッチを取り入れていただいて、今日のストレッチなんかはスマホで SNS をチェックしながらとか、YouTube 見ながらとか、ね、こういったながらストレッチでできるようなワークになってますので、ぜひですね、皆さんの日常生活の中の一つのね、ルーティーンにね、組み込んでいただければと思います。このようなご自宅で簡単にできるワークアウトだったりストレッチっていうのをオンラインのトレーニングルームに集ってですね、みんなで楽しくワイワイ健康になろう、運動していこう、そんなのを企画しておりますので、ぜひご興味がある方はですね、下の概要欄にですね、フルボディワークアウトオンラインっていうのを上げておきますので、ぜひチェックをしてみてください。引き続き猫背だったり体のね健康情報というのをアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方は下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。